はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画ご視聴いただく前に一つ皆様に謝っておきたいことがございます。本日の動画ですね、撮影日時昨年の12月末でございます。今回ね、ご視聴いただく動画なんですけれども、僕もね、動画でよくお世話になっている元祖肉玉そば、オチさんとバリバリジョニーさんというこちらの2店舗が、まあ、年末の記念にということでイベント営業1日だけしておりまして、その時の映像なんですけれども、ちょっとね、なんやかんやいろいろ編集が遅れておりまして、もうね、3ヶ月ちょっと後倒しになっております。なので本日ね、お送りするラーメンに関してはもちろんね、通常営業ではないので販売はしておりませんが、本日のね、このコラボしている2店舗に関しては、以前からね、まあ進行があってものすごく仲良くしているお店さんが、この年末の記念にということで、もう原価をね、度外視して最高級のね、ラーメンを作っておりますので、ぜひ本日はそちらの映像をお楽しみいただければと思います。ということで、着きました。着きました。はい、今日は一応ね、元祖肉玉そばオッチさんっていうお店なんだけど、もともとね、あの肉玉そばっていう、さっき多分前チームもメニュー表見たと思うんだけど、はいはいはい、濃厚系で卵黄が乗ってて、バラ肉が乗ってて、ご飯にめちゃめちゃ合うラーメンって感じなの、うん、でも今日は以前その撮影でお世話になってるバリバリジョニーさんってお店とのコラボメニューで、これ見えるかな、こんな感じなんだけど、こんな感じで今日は鴨を使ったラーメンなのよ。チンタンとパイタンの2種類で、塩と醤油で合計4種類のラーメンに、まあここら辺こんな感じでトッピングとかもいろいろあるんだけど、一応ね、今日はそのラーメンを4種類全部ね食べようかなと思ってる。最初はとりあえずチンタンの塩から来るらしいんだけど、前チンのも一緒にね注文してあるから、いや、ありがとうございます。いいですか、ちょっと一緒にね感想言いながら一杯目食べよう。めっちゃお腹空いてるんですよ。昼飯食ってないもんね。食ってないっす。そしたらね、順番に来ましたよ。今日のメインディッシュがどん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 と、これ今回ね、鴨を使ったやつで、鴨ね2種類使ってみたいで、こっちの1枚脂身が少ない方が鴨のフィレ肉で、この脂ある方がロースらしいですね。でこれで九条ネギがトッピングになってます。お待たせいたしました、ありがとうございます。これが純粋あえ鴨そばのチンタンの塩ですね。めちゃめちゃうまそうなんだけど、めちゃめちゃうまそう。伸びちゃうといけないからね、毎日のも、はい、はい、で早速それでいただきます。めっちゃうまそうなんだけど、うまそう。で香りがすごいのよ。本当ですか。うん、いただきます。うわ、これやばいわ、やばい、やばいっすか、やばい。これね、こんだけ透明度高いのに、その旨味の密度がとんでもないことになってる。わ、想像できない。相当ね、鴨が入ってるのよ。これマジでうまい。ちょっとこんな感じ。よいしょ。いや、これやばいでしょ。うわ、うまそう。いただきます。はい。悪いね、先に。食っちゃってください。食べて、もうカメラ置いて、やばい、置いちゃいますよ、もう、うん、早く食いたい、ちょっと飲みやうちに、すいませんね、毎度いただいちゃって、ありがとうございます。めっちゃうまいから食べてみて。言ってる意味が分かりました。この凝縮されてる味がすごい濃い、すごい濃いでしょ、これ、こう見えて、うん、皆さん、メンジャーいただきます。ちょっと熱いのは大丈夫か、熱いが気をつけてよ。うまい、贅沢っすわ。でしょ、やばいよね。シンプルなさ、かけそばみたいな感じだけど、これ1000円相当安く感じるよね。いや、めっちゃうまいっす。1000円か、安いっすね。いや、めちゃめちゃ安いよ。ちょっとこの仕事やばいね。幸せっす。幸せだね。これってどのタイミングで入れるんですか？ん？これってどのタイミングで入れるやつですか？好きなタイミングでトッピングを入れて、とりあえずじゃあこれを楽しんで、うん、うん、でもちょっと俺もまずこれロースか、ちょっとロースだけ先に。あ、しかも鴨の臭みがほとんどない。うん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 、うわ、ちょっとこれトッピング乗っけちゃおう。
本当に臭みゼロ。あーこれやばいわ。今回これさ、麺が結構平打ちなのよね。あ、確かに、うん、腰もあるし、麺もしっかりスープをね吸い上げるし、でなんかあの今回ね春よ来いっていう小麦、北海道の小麦使ってるんだけど、小麦感がねしっかり残ってて、うんうんうん、めちゃめちゃうまい。まあ、塩だから癖ないじゃないですか、うん、なんかネギの香りがめっちゃ際立つ。確かに、うん、これめっちゃうまいな、うん、ありがとうございます。いやもう相当スープ綺麗だよ。やばくないこれ、透明度がすごい、うん、うまそう。ちょっとこれスープいっていい？いや、いっちゃってください。いい？やばっ、やばい。幸せそう、顔が。やばい、やばいです。醤油の香ばしいというか、生醤油の新鮮な風味がふわっと。うわこれ、うわマイチン食えないの残念だなこれ。いやほんとね、口入れた瞬間の生醤油の香りもすごいし、その鴨の香りもね負けてないのよ。本当に相乗効果で旨味がね相当爆発してる、マジで。ちょっとこれ麺いこう。これやばいわ。いわゆる鴨ラーメン、あの世の中に限定とかじゃなくてもさ結構出てんだけど、比較にならない。本当に異常なうまさよこれ。うん、でまあもちろんちょっと制作時間も聞いたけど、通常営業じゃまず作れないじゃない、あの時間って。確かに10時間以上多分かかってるから、この一杯に。で、まあ、限定だからできるこの一杯なんだけど、今日しか食えないっていうのがもう悲しくなるぐらいうまい。うん、ありがとうございます。これね、パイタンの塩ですね。でうまそうじゃない、やばいねこれ。ちょっといただこう。あ、全然違うよ。どっちも好きだな、チンタンでもパイタンでも。なんかさらにまろやかになってるのよ。チンタンのやつだとこの表面の油があるから、入れた瞬間さもうダイレクトに油が来るじゃん。でもこの全体がこう油でまろやかになってるから、塩加減とかもすごく尖りが減ってて、はい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 、本当にまろやか。うわうま、ちょっとこれ麺いこう。いやマジこれ贅沢よ、この一杯。言葉いる？いらないっす、もう。いらないよね、顔でわかります。なんか食ったばっかなのに自分もまだお腹空いてきた。塩とか醤油とかのこの火の入れ方、作り方っていうのが結構ね、バリバリジョニーさんもともとすごく特殊で、で今回のも多分っていうか絶対にバリバリジョニーさんベースのこれ塩のタレとかだと思うんだけど、醤油とかいいものを丁寧に調理するから、ダイレクトにこの塩の旨味だったりとか鴨の味が出てくるんだよね。あ、なるほど、そういうことか。食わせたい味を表現するっていうのがもう本当に長けてるお店だから、でも鴨の旨味とか塩の旨味、これがねすごい。これは、うん、
ないだけどさ、一緒になくなるね。どっちかっていうとさ、普通のラーメンみたいにいろいろ入ってて美味しいって、これが入ってて美味しいとか、うん、説明しやすいんだけどさ、こうシンプルでうまいものってなかなか難しいんだよね。めっちゃわかります、うん、だからほんとこんなにうまいのにこの動画を通して伝えきれないのが悔しい、うん、確かに。早くも3杯目も終わっちゃいそうですね、うん、10分15分ぐらいしか経ってないです。でもこれで3杯目終わりよ、これで。うまそう。最後来たよ、最後の4杯目来ましたね、うん、これがパイタンの醤油だね。こんな感じですよ、まあ、スープもパイタンなんでちょっとね白濁はしてるけど、これがさ、さっきのそのチンタンの醤油とどう変わってるかだよね。すいません、お待たせしました。よし、ちょっといただきます。反対側席開けました。こちらの方にお願いします。すっごくまろやかになる。まろやかさ増してるんだけど、さっきのその醤油のキレは全然損なわれてなくて、しっかりと別物なんだよね。うわ、どっちもうまいな。これも匂いがすごい。そう、これも香りいいね。すごい、そそる。やばい。こう、なんだろう、全体的にバランスがすごくまとまってる感じがしてて、みんな仲良しって感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。どんものもらっちゃった。もらっちゃったって。すごいの来てます。これね、鴨肉がめちゃめちゃ乗った丼ですね。ちょっと特別なんであれなんですけど、ちょっとこれ卵割っていい？割ってください。こうさ、うわ、絶対うまいじゃん。こういうことでしょ？これ絶対うまいじゃん。いっちゃっていい？これ。はい、いっちゃってください。炙りの鴨肉だよ、炙り、やば。いや、うまっ。なんだこれ、ありがとうございます。これは反則だね。めちゃめちゃ贅沢な食い方してる。贅沢だよこれは。なんだろうな、伝わってないだろうな、これ見てる人には分かんないかもしれないですね。どう美味しいのかってのは伝わってないだろうけど、難しいですよね、味の伝え方は。もうね、ほんとこういうのはね、どうとかいいんだよね、細かいことは。とにかくうまいっていう。やばいとうまいだけ言いましょうか。そう、ほんとそれ、ほんとそれ。ちなみに今4杯食べ終わって、うん、丼も食べ終わりそうですけど、何割ぐらいですか？ 2? じゃあまだ全然美味しいですね。まだ全然美味しいですね。ずっと美味しい。今日の飯は半速だよ、マジで。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。
今日いただいた限定に関してはもう本当に年末の、まあ、コラボイベントの限定販売なので、通常はね全く販売しておりませんが、でこのラーメンとか気になった方はぜひね、おつさんのお店やバリバリジョニーさんのお店行ってね、あのレギュラーメニューを食べてみてください。絶対うまいと思う。食いたくなった人だよくて、めっちゃ食べたいんですよ。でしょ。食って帰ろうかなと思ってます。でしょ。あ、そうだ、じゃあおつさんのところに自販機あるじゃない、冷凍あるから、ちょっとそれ今日は買って帰ろう。あ、そうなんですか。超気になってて、そう、ちょっと家で自宅でねこのおちさんの肉玉そば食べてよ。あ、食べます。うん。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。いや、帰ってからも楽しめるね。楽しめますよ。ありがとうございます。